回は、はい、ファミリーカーを選ぶにあたって、うん、まあ、ミニバンよりもハイエースの方が向いてる方、ボンネットが小さいですよね。もう全然ないですね。その趣味に合ったり、まあ、使用用途に合わせて、いろいろとカスタマイズができるところ、まあ、耐久性、車両寿命の長さ、っていうのは、うん、まあ、ハイエース、こんにちは、ジアレートアウトドア岡崎店竹林です。こんにちは。今回撮っていく動画なんですけども、はい、まあ近年ハイエースはファミリーカーとして結構人気になってきてます。そうですね。もうこの今用意してる車もファミリーカーの需要に合わせて設定されたようなカラーですね、はい。そうですね。まあご家族でハイエース乗りたいっていう方、うん、やっぱりすごく来店してもらってます。そうですね。なので、まあ後ほど詳しくご説明しようとは思うんですけども、うん、まあハイエースを選ぶっていうことは何かしら要因があるっていうことになるので、でその選ばれているわけっていうのとハイエースとよく比較されるもの、うん、まあ、ミニバンですね。そうですね。まあどちらにもいいところ悪いところあると思うんですね、うん、はい。なのでまあハイエースとミニバンでしたら大きさほとんど同じ大きさになっているので、うん、ファミリーカーとしてまあ選ぶにあたってハイエースが向いてる人、うん、ミニバンが向いてる人っていうのはいらっしゃると思うので、はい、そちらの方を、まあ、ご紹介していってご紹介そちらの方をご紹介していけたらなと思います。はい。日本語大丈夫ですか？いや、だいぶ途切れ途切れです。大丈夫ですよ。そこで今回は、はい、ファミリーカーを選ぶにあたって、うん、まあミニバンよりもハイエースの方が向いてる方っていうのをご紹介していけたらなと思います。で、まあ今ハイエースかミニバン迷われてる方の参考になればと思いますので、はい、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。お願いします。それでは、はい、ミニバンよりもハイエースの方が向いているポイント、うん、4つご紹介していこうかなと思います。はい、1個目は運転時の操作性、2個目は汎用性が高いところ、3つ目は車両寿命の長さ、最後4つ目が金額面ですね。この4つをちょっと1つずつご紹介していこうかなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ1個目が運転時の操作性に関してなんですけども、はい、ハイエースもちろん大きい車体です、うん、まあミニバンでいうと標準ボディだとノアとかボクシーとかっていうのと同じようなサイズ感になるんですけども、はい、まあそれに比べても実はすごく運転しやすい車なんですよ。意外ですね。そうなんです。それをちょっと紹介していきたいかなとは思うんですけども、はい、まあただですね、うん、見た目ですよね。そうですね、うん、なかなかハイエースの見た目乗り慣れてるっていう方は少ないとは思うんですよ。やっぱりミニバンのボディサイズであったり形であったり、はい、っていう方が乗り慣れてる方っていうのが多いと思うので、うん、最初は抵抗あると思います。そうですね。なんかハイエースって乗らず嫌いが多いって言いますもんね。そうですね、うん、なんですけどぜひ一度乗ってみてほしい。まあハイエースとミニバンの大きな違い、うん、1個目で言うとフロントの部分のボンネットですよね、うん、はいはい、ボンネットが小さいですよね。もう全然ないですね。もうこのうん、サイズしかないので、はい、やっぱり一番違うのが奥行きですよね、うん、ミニバンだと運転席からだいぶ前に長いようなボンネットがついてるとは思うんですけども、ね、ハイエースの場合は長さ幅に関してもだいぶ小さいものになってます、うん、その運転席からボンネットの位置が近いというかそんな見た目してますもんね。そうなんです。まあ近いと何がいいかっていうと、うん、ミニバンの場合は長いと距離感覚っていうのがなかなか慣れるまでつかみにくいんですけども、はい、ハイエースの場合短いので、うん、距離感覚っていうのもすごくつかみやすいお車なんですね。そうですね。なので運転しやすいところ、うん、操縦性っていうところも楽なんですよ。あとは大きく違うところで言うと、うん、運転席なんですけどもミニバンに比べてだいぶシートが高いですね。高いと思うんです。高いですね。やっぱりタイヤの上にシートがある。あとは、ミニバンの場合だと、シート自体はタイヤの横にあるっていう形になるので、この高さが違うっていうのも、ハイエースとミニバンの違いで、ハイエースの操作性、操縦性、いいところで言うと、これも一つメリットなんですよね。うん、やっぱり、人がここに乗ります。まあ、上から下に見下ろすような形で運転できるっていうことは、周りに何があるかっていうのも、確認しやすいお車なんですよね。そういうことです。そういうのも、ハイエースの運転のしやすさ、操作のしやすさのメリットの一つかなと思います。そうです。まあ、やっぱりなんか、運転席、助手席って、ハイエースちょっと乗り降りが大変ってよく聞くじゃないですか。はい。でもその反面、高い位置から見下ろせることによって、運転のしやすさはある形ですね。そうですね。はい。
あとはですね、うん、最小回転半径って言うんですけども、だいたいミニバンだと、それが 5.5 メーターくらいなんですよ。うん、ハイエースの場合だと5メーターなんです。これはミニバンよりもハイエースの方が小回りが効きますよっていうことなんですね。うん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 、なので、まあ狭い道であったりとか、スイスイ行けちゃうっていうのが意外と知られてないハイエースのいいところなんじゃないかなと。まあもともとはその商用車って言われてる車じゃないですか。はい、でやっぱりいろんな場所に行くことを想定されている車なだけに、そういう小回りっていう部分も優れているってことですね。そうなんです。うん、そうですね。まあ以上の点で、うん、まあハイエースの方が運転しやすい方っていうのは必ずいらっしゃると思うので、うん、こういうところがハイエースの操作性のいいところかなと思います。なるほど。ただこれは人それぞれちょっと変わってしまうところ、まあそうですね、お好みがあると思うので、うん、まあ、ハイエースミニバン比較されている方の参考になればなと思います。あとはですね、はい、ぜひ試乗してもらえれば、そうですね、あの違いがだいぶわかるかなと思うので、うん、お願いいたします。はい、じゃあ次は二つ目、はい、汎用性が高いところをちょっとご紹介していこうと思います。うん、汎用性っていうのは何を示してるんですか？そうですね、ハイエースでいろんな使い方ができるんですよね。うん、ファミリーで使われる方、仕事で使われる方たくさんいらっしゃるとは思うんですけども、うん、そのファミリーで使われる中にも趣味がたくさんあると思うんですよ。うん、その趣味に合ったり、まあ使用用途に合わせていろいろとカスタマイズができるところっていうのが汎用性が高いところになってくるんですけども、例えばミニバンの場合だと2列目3列目のシートがあって、うん、人が乗るときには問題ないかなとは思うんですよ。ただ人を乗りながらお荷物も積まれる、例えばキャンプであったりとか、うん、スノーボード、はいはい、行きたいよっていうときはもちろん人も乗りながらお荷物を積まれると思うんですけども、そのときにハイエースっていうのはすごく良くてですね、うん、まあハイエースで言うと、うん、まあ大きく分けて前半分が人が乗るスペース、うん、後ろ半分がお荷物を積むスペースっていう風になってるので、うん、まあ人も乗りながらお荷物もたくさん積めますよっていうところが圧倒的にハイエース人気なところです、ね。そうですね。まああとは、まあキャンプであったり、スノーボードあまりしないよっていう方も、うん、例えば車中泊であったりとか、うんうん、これから始めようと思ってる方とか、はいはい、そういう方には例えば荷室の方はベッドキットを組んでもらうとか、そういう風にしてもらうと快適に車中泊もできるかなと思います。そういうことですね。なのでまあ人を乗りながらお荷物を詰めたり、まあ用途に合わせて荷室を変更してもらったりとかっていう風にすると、うん、ハイエースの汎用性の高さっていうのが実感できるかなと。そうですね、思います。まあ、やっぱりハイエースの一番のメリットって荷室じゃないですか。そうですね。ミニバンって言われてる僕タクシーとかアルファードとかにはない荷室空間で、そうですね、今実際にそのベッドキットが、はい、ね、積まれてますけど、この大きさ、はい、ミニバンで積もうと思うとなかなか厳しいじゃないですか。そうですね、多分2列目のシートとかはちょっと前の方に持ってって、うん、3列目のシートは跳ね上げしてもらうと、そうですね、多分積むことはできるとは思うんですけども、うん、ハイエースに比べると大体半分くらいの積載量になっちゃうんじゃないかなとは思います。うん、まあ、なのでそういう点でやっぱりハイエースは優れています。ね、そうですね。あとはですね、このハイエースに関して言うと、シートカバーが付いてたり、うん、さっき言ったベッドキットが組んであったりとか、うん、あとは床張りですね、はいはい、も組んであったりとか、まあこういう風にアフターパーツっていうのがすごく充実してるっていうのも、まあハイエースのいいところ、汎用性の高いところになってくるんじゃないかなと思います。次は、はい、3つ目、車両寿命の長さ。寿命が長いっていうのはすごいいいことですね。そうです、うん、やっぱりハイエース、ミニバン、ファミリーカーで考えられている方っていうのは長く乗りたいっていう方が多いと思うんですよ。間違いないです。なので長く乗れるお車っていうのはすごくメリットになってくると思うので、うん、そちらをちょっとご紹介させてもらえたらなと思います、はい、一般的なミニバンで言うとだいたい10万キロ15万キロくらい走ったらもうそろそろ乗り換えかな、不具合が多くなってきたなっていうことが多いと思うんですよ、うん、そうなってきた時にまあ修理をして乗るかっていうところもあるとは思うんですけども、もし修理をされるっていう風になっても結構コストがかかってきたりとかっていうような形で、まあ出費が増えてしまうっていうことがあるので、それに比べて、うん、まあハイエースっていうのはまあ10万キロ15万キロ走っても、うん、まだまだ元気で走ってくれます。
その理由としては、まあ、やっぱり商用車ファンとしての構造になってるからですよね。フレームであったりとか足回りであったりとか、うん、まあ、ハイエースの構造自体結構過酷な状況で走れるように、うん、耐えられるようにっていうようなもとを設計されてるので、はい、やっぱりそういうところで言うとミニバンに比べると圧倒的に頑丈です。なのでまあ10万キロ、15万キロと言わず、20万キロ、30万キロ、元気に走ってくれるお車なんじゃないかなと思います。なかなかこんなに走るお車、ないと思うんですよ、ね、うん。たまに、うちって車検もやってるじゃないですか。はい。で車検やってて、入庫していただいてるお客さんで、たまに走行距離50万キロとかっていう車も入庫してくるじゃないですか。いらっしゃいますね。だからもうその分走れるっていうことですもんね。もう車検に出すぐらいなんで、まだまだ乗っていくよっていう。そうなんです。なんでそういう、やっぱり、まあ、耐久性、車両寿命の長さっていうのは、うん、まあ、ハイエース、すごくいいところなので、はい、まあ、長く乗るにあたって、いろいろ多分、生活環境は変わってくると思うんですけども、うん、まあ、それに合わせて、ハイエースもいろいろとカスタムをして、うん、生活環境に合わせたお車に仕上げていけるっていうのも、まあ、長寿と合わせていいところなんじゃないかなとは思います。うん、そうです。その時その時で変化できる車っていうことですね。そうですね。まあ、そうです。なので、ハイエース長く乗ろうと思って購入される方っていうのは、すごくおすすめなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次は4つ目、はい、金額面についてなんですけども、うん、はい、まあ、正直ミニバンに比べて、うん、ハイエースの金額でいうと、まあ、同じくらいのものもありますし、うん、逆にハイエースの方が高いお車っていうのもあります。もうなんかやっぱりハイエース年々高級車って言われてきてますもんね。そうですね、やっぱり価格が高いプラススターパーツが多いものに関しては車両価格が高かったり、あとはですね、ハイエースの車検ですね、うん、ハイエースは、毎年車検になりまして、うん、まあミニバンとかですと2年に1回の車検、うん、こういうところもちょっと違いが出てくると思います。はい、どのようなところがハイエースいいところかっていうと、うん、やっぱり自動車税、まあミニバンとかでしたらだいたい4万円から4万5千円くらいの自動車税が、うん、まあ毎年お支払いしていくとは思うんですけども、そうですね、ハイエースの場合は毎年1万6千円安いですね。で圧倒的に安いんですよ、ね、うん、その自動車税がまあすごく安い分、まあ金銭面って言ってもだいぶ楽になるんじゃないかな、うん、お値打ちになるんじゃないかな。ただ毎年車検っていう風になると、まあ毎年きちんと整備手入れができるっていうところで、そこはメリットになるんじゃないかなとは思います。そうですね。そしてあともう一点で言うと、はい、リセールの時の金額ですよね。ミニバンとかでしたら10万キロ超えてくる車両っていう風になると、うん、だいぶ値段がガクンと落ちますもんね。下がるんですよね、うん、普通車に限って言うとその傾向がすごく多いお車にはなってくるんですけども、ハイエースって違うんですよ。10万キロ超えても値段がガクッと落ちることなく、やっぱり緩やかに値段が下がっていくっていうような感じのお車になるので、はい、まあ、10万キロ超えてもしっかり値段がつくお車になっているところは、金銭面もすごくいいんじゃないかなと思います。そうですね。まあなので、まあ、新車価格はだいたい同じぐらいで、そういう車検とか自動車税とかも足すと、はい、まあトントンではあるんだけども、はい、最終的にリセールっていうところで、まあ、乗用車と差がつくっていうイメージですかね。そうですね。うん、まあもちろん、IS の場合だと国内にはもちろん需要があるお車ではあるんですけども、うん、やっぱり海外に需要があるっていうところもそのリセールの良さのつながってくるんじゃないかなと思います。まあなのでハイエース自体やっぱり金銭面で言うとすごくお財布に優しいお車かなと、うん、思います。以上がですね、うん、ミニバンではなくてハイエースっていうのを選ばれる方の、うん、まあ理由になるのかなと思います。はい、あとは逆に、まあ、ハイエースではなくて、まあ、ミニバン選ばれる方、うん、まあ、どんな人が、まあ、向いてるのかなっていうのも、うん、まあ、ちょっとご案内させてもらおうかなと思います。はい、一番はやっぱり乗り心地のところだと思うんですよね。快適性みたいな部分ですね。そうです。先ほどもちょっとちらっと言ったやっぱり商用車として作られているので、うん、まあ、足回りの構造であったりとかっていうのが、まあ、普通車に比べて全然違いますよっていうところで、うん、やっぱり乗り心地っていうところは違ってくると思います。なんかよく硬いって言いますよね。そうですね、うん、やっぱりバンなので荷物を積んで走る、それこそ過酷なところを走るっていうのを想定されているので、うん、そこはちょっと硬めに感じられる方いらっしゃると思います。なるほど。ただミニバンはやっぱり快適性であったりとかっていうのをやっぱり求めて作られているので、うん、そういうところはミニバンのすごくいいところかなと思います。なるほど。やっぱりハイエースも
ダークプライム2っていう、はい、ちょっとその高級志向な方のためのグレードってあるじゃないですか。はい、でもやっぱり、あそこと比べても、ダークプライム2が普通のミニバンにとっての。まあ、ベースグレードみたいな。そうそうそう。そういうところで、やっぱりミニバンは乗る人のことを考えてますね。そうですね。なので、そういうところは、やっぱりミニバンの方が快適なことが多かったりするので、うん、そういうところを重視する方は、ミニバンの方がいい。あとは見た目ですよね。うん、結構ノーマルの状態の車、ハイエースだと、ちょっと商用車っぽくて嫌ですっていうのがあるので、まあそういう見た目のところもすごく重要になってくるとは思うので、はい、こういうハイエースの見た目が嫌だよ、ミニバンみたく、まあ、かっこいいとか、うん、おしゃれなデザインがいいっていう方は、やっぱりミニバンの方がいいかもしれないですね。そうですね。やっぱりハイエースの見た目って男性受けはいいじゃないですか。そうですね。で、僕もすごい顔が好きなんですけど、はい、やっぱり女性の方には理解されづらい部分でもあるじゃないですか。そうですね。だから家族で乗るってなるとそこがネックになってきますね。はい、まあ、ハイエースもようやく衝突軽減のセンサーであったり、うん、デジタルインナーミラーとか、うん、パノラミックビューモニターとか、うん、そういうものはついて、ようやくついてはきているんですけども、うん、例えばよくあるオートクルーズがないよとか、うんうん、電動のリアゲートがないよとか、うんうんうん、ルームランプはまだハロゲンですよとか。そうですね。そういうところはまだちょっとハイエースは追いつけてなくて、うん、ミニバンがだいぶ先を行ってるんじゃないかなとは思うんですね。そうですね。やっぱりミニバンからハイエースに乗り換えする方とかも多いじゃないですか、はい、最近。そういう方からしたらすごい最初不思議に思われる車。そうですね。来れないんだみたいな。そういうところではちょっと、まあ、デメリットじゃないですけど、はい、ミニバンに軍配が上がるような箇所ですね、うん、そうですね。あとは意外と驚かれるのはハイエース見に来られてパワースライドがないっていうところですね、うん、2列目のところ、はいはい、ミニバンからお乗り換えだと自動でパワースライドついてるのが普通っていう方が多いんですけど、ハイエースだとオプションになってるの で、ね、まだまだついてないお車もたくさんあるので、そういうところもハイエースまだまだそうですねところかなと思います、はい、あとはまあミニバンのいいところで言うと、やっぱり人を乗せるお車になってるので、うん、やっぱり快適にドライブができるかなっていうところ。あとはハイエースのバンだとどうしても5人乗りなんですよね、うんうんうん、ご家族で出かける、ご友人と出かけるっていう時に5人以上乗られる時とかっていうのは、うん、ハイエースだとちょっと困る場面があるとは思うんです。ミニバンだと7人8人とかですね。そうですね。なので7人8人乗っても快適に乗れるっていうところはミニバンのいいところなんじゃないですかかなと思います。はい、アメリカを選ぶときミニバンよりもハイエースの方が向いてる人っていうのはどんな方なのかっていうのをご紹介させてもらいました。はい、市川さんどうですか。そうですね、やっぱりミニバンとハイエースって結構もうずっと比べられるお車じゃないですか。そうですね。はい、でもやっぱりハイエースにはハイエースのいいところ、ミニバンにはミニバンのいいところっていうのがすごい明確に分かりやすいので、うん、まあ、なのでこの動画でそういうのを知っていただいて参考にしていただければいいですね。そうですね、うん、JR8 は愛知県に4店舗ありまして、うん、まあ新車中古車合わせて200台以上在庫置かせてもらってます、うん、はい、なので、まあ、ぜひ動画概要欄から在庫状況をチェックしてもらって、うん、お問い合わせご相談いただければなと思います、はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。